はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルは本日のコーヒーではなく紅茶です。はい、今日はこちら紅茶専門店さんで買ってきたディンブラティーをいただきたいと思います。はい、コーヒーじゃないですよ僕もともとね、コーヒーと一緒に紅茶もずっと楽しんでいて、休みの日は特に、昼間はね、紅茶を飲むことがすごく多いんですけれども、今日はそんな僕の好きな紅茶をご紹介する動画になります。まあ、メインチャンネルでもね、紅茶やったことあるんですけれども、まあ今日はちょっとゆるーくやろうかなと思います。はい、こちら、ディンブラティーですね。まあ、ディンブラって呼ばれるやつです。ストレートでもいいし、まあ、ミルクティーにも向きますね。アッサムとかと比べると若干柔らかめな印象ではあるんだけれども、まあ、しっかりとした味はあって、ミルクにも負けない感じですね。で、基本的に、細かいブロークンオレンジペコファニングスとか、まあ、いろんなちょっと細かめのお湯を注いだらすぐに紅茶が出る、1分とか2分くらいですぐ出てしまうような、入れやすい紅茶です。ここに書いてありますね、ブロークンオレンジペコ BOPF っていうのがブロークンオレンジペコファニングスって意味です。これが茶葉の等級ですね。まあ、でっかければそんないいってわけでもないんですけど、なんかこう茶葉に適したやつとか、まあ、産地ごとの製法の違いとかね、まあコーヒーみたいなもんですよ。まあ簡単に覚えてくれたら大丈夫だと思います。で、これはホーリーロード茶園ってところです。2018年の紅茶ですね。コーヒーってさ、焙煎すると本当寿命短いじゃないですか。だいたいまあ 1,2 週間とか、まあ長くて1ヶ月とかそのくらいじゃないですか。だけど紅茶ってね、本当長持ちするんで、まあ10年してね、発酵させてお湯注げばお茶が出る紅茶っていう状態にしてもずっと持つからね。使う量も1杯あたり 2,3 グラムくらいだし、カフェイン量もコーヒーと紅茶入れたものね、これを比べると紅茶の方がだいたい半分くらいですしね。本当お手軽に、お気軽に飲めるもんだと思います。で、じゃあ、はい、今日はこれを入れていくんですけれども、ごめんなさい、実はね、今日の試合はこれじゃないんですよ。これ買いまして、はい、本日の紅茶の見せかけて、はい、メインチャンネルでもやってる、コーヒーカップの沼です、これ。あ、違うな、紅茶カップの沼か。カップの沼ですね。はい、このシリーズのサブチャンネルバージョンということで、はい、こちら。均等のね、キャストティーカップ&ソーサーってやつを買いました。これをなぜ僕が買ったかというとですね、僕が普段使っているこの均等の、カップ、また別のがあるんですけれども、はい、こちらですね。これがですね、見てわかりますか？カップの飲み口が内側にね、丸いんですよ。これ、ちょっとね、紅茶飲みにくいんだよね、正直。もう本当毎日さ、紅茶この休みに入ってからずっと飲んでいて気づいたんだけど、コーヒーだったらいいんですよ。コーヒーは紅茶と比べると若干油分もあったりとかして、こう口当たりが柔らかい、あとは飲む温度が、まあ、若干紅茶より低いのかな、うん、若干紅茶よりもコーヒーの方が飲みやすいんですよ。熱くても飲めるんですよ。だけど紅茶の場合、本当にサラサラとしたね、飲み口で超高温で入れた紅茶をそのまま飲むから、熱々の香りが立ってる美味しい状態で飲むと本当に唇やけどするんですよねサイフォンで入れたコーヒーみたいな感じですよ。イメージとしてはすごく熱くて、その、熱い液体をこれで飲もうとするとね、上唇やけどするんだよね。ちょっと実際飲んでみると分かんない、微妙なニュアンスだからうまく伝えづらいんだけど、上唇をね、こうすする時にめっちゃやけどするんですよ。で、僕試しにこういう末広がりっていうのかな、こう広がっていくタイプのこうくるカップを使って飲んでみたら、めっちゃね、スムーズに飲めたんですよ。まあ思えば紅茶のカップってそういう形のものが多いよね、基本的に。内巻きってあんまないよね。だけどこれはさ、あくまでコーヒーカップって、まあ、V60 でさ、なんか見た目的にも割とこう、うん、まあ紅茶飲めなくもないけどなんか違うかなと思って、もう一つなんか広がるタイプのカップが欲しいなと思って、はい、こいつを買いました。とりあえず開けますね。よいしょ。お、いいね、いいね。ソーサーはステンレス製かな、金属製です。よいしょ。いいぞ。うん。カップを置くところにちょっとへこみがあって、うん、カップが安定します。あまり動かない。で、すごく広がっていて、全体的にこう
広いですね、横長、もうもうと上がる湯気と香りとをね、こう楽しみながら適度に冷ましながら飲めそうですね。フレーバーグラスでもまあ紅茶飲めるんだけど、あのワイングラスね、あれとはまた違った感じの香りの楽しみ方ができそうですね。よし、 OK、 軽く洗ってきました。そしたらじゃあ、早速ね紅茶飲みましょう。よっと、なんかこう紅茶の香りってさ、やっぱ落ち着く香りなんだよね。やっぱお茶だから、コーヒーみたいにすごいフルーティー、うわーとかこう広がっていく感じじゃなくて、ほんと静かに嗅いで、あーってこう落ち着ける感じなんですよ。もう昔から僕そうで、紅茶飲むときは本当に落ち着いて飲む感じですね。結構一度にたくさん入れてしまって、まあ、紅茶はねコーヒーほどあのたくさん入れても全く問題ないから、サーバーにたくさん入れておいて、こうチビチビ飲みながらゆったりこう時を過ごすみたいな、そんな感じなんですよ。じゃあとりあえず入れてきますか。あー、いい香りはい、じゃあ測ります。ブロークンオレンジペコーファニングスっていうのはほんと細かくてね、こんな感じです。コーヒーの中細引きよりも細いな、細引きくらいかな。茶葉というよりは粉って感じのやつですね。だからこんだけ細かいから、熱いお湯を注ぐともうすぐに紅茶が出ます。基本的にまあ 150cc あたり 2-3g 使うんですけど、僕はディンブラは割とストレートで飲むのが好きなんでね、ミルクティーはま飲まないんですよ。で、飲む場合は僕は 8g くらい使って、600cc お湯を注ぐのが好きです。よし、 OK、 お湯が沸きました。そしたら、速やかにちょっとだけお湯注いで温めて茶葉を投入。あー、ちょっとこぼれたよし、何もなかったえい、まあんまり暴れさせてもしょうがないから、こう流れ作るくらいのゆっくりこうある程度勢いつけて注ぎます。で、蓋をして2分待ちます。よくジャンピングって言うけど、すべての茶葉がね、しっかりジャンピングするわけでもないんですよね。こう、茶葉の等級によって、大きさによってさ、回ったり回んなかったりもするし、あとはお湯の温度も、100度じゃない方がいいやつもあったりするしね、ダージリンとか、春摘みのやつとかは結構80とか85度とかで入れたりしますね。よし、OK。ちょっと今日はあえて、透明なサーバーに移そうと思います。いつもは結構保温のためにステンレスサーバーに移すことも多いんですけどね、せっかくですから今日は色がしっかり見えるように。よいしょ、あちゃ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 あ、掴むとこ間違えた。よしそう、このサーバーに注ぐとね、この量だとめちゃめちゃね、ギリギリっていうかパンパンなんですよね。でこう最後まで落とすときにずっとこうやって振っててもいいんだけど、ちょっと斜めにするとね出やすいですね。よし、 OK、 こんなもんかな。さあ、それでは本日の主役、こちらのカップでいただきます。よいしょ、あ、やっぱり口が広くて背が低いからカップで紅茶がより綺麗に見えますね。まあ、あんまり注ぎすぎても意味がないので、はい、じゃあこのくらいでいただきますはい、僕は紅茶も好きなんですよ。じゃあいただきます。熱い、ほんとね、もうここまで近づいてわかる、本当に熱い。これは下手に飲むとやけどしますね。だけどこのカップなら多分、あ、唇が沿わせやすい、いい角度だ、結構くるね。熱い、熱いけど、飲める。ああ、いい香り。うまい。ああ。まあ、コーヒーと同じで紅茶の飲み方も人それぞれだと思うんだけど、まあ、紅茶は特にコーヒーよりも、なんだろう、味に主体を置いていないというか、熱い状態の時はこう香りを
メインでこうすすってふっともう割とすぐ通過させてしまって鼻に抜けさせる。うん、あー落ち着く。でちょっと冷めてきたら60度あの以下くらいになってきたら味がねしっかり分かるようになってくるから、そこでさらにこう味をねしっかり噛みしめて味わって、あーでもあーうまいね、あやっぱディンブラうまいね、飲み応えあるわ。まあディンブラはほんと割とあのミルクにも負けない味がしっかりとした紅茶の部類だからね。メジャーなアッサムとかよりも僕はこっちの方が個人的には好きですね。でこのカップがねいいね、非常に気に入った。うん、それなりにつかみやすいし、うん、あーいいいいいい、しっくりくる、すっごいしっくりくる。でソーサーがステンレスなのが非常に良い。あのさっき見せたさこっちはまあ同じく紅茶のカップではあるんだけれども、これ下がねガラスでなんかこうおもちゃっぽいんだよね。可愛いんだよもちろんね、可愛くて扱いやすいんだけど、なんかちょっと汚れがね結構見えたりもするし、ちょっとこれ金属でも良かったんじゃないかなーって思ったりもしてたんですよ。でそこへこれが。うん、すごくいい。柔らかい陶器とかあとは丸みがあるこういうタイプとかのカップで柔らかく、うん、印象を受ける紅茶もいいし、こういうちょっと硬質な感じ、形的にもさ材質的にもちょっと硬い印象を受けるような紅茶もまたいいっすね。うん、うまい。うん、紅茶もねやっぱうまいんですよね。ただ最近はこの紅茶を買った紅茶専門店さん、僕の買ってたお店がねほぼお店なくなってしまったんで、あのちょっと新規開拓しなきゃなーって思ったところなんですよ。まあ生放送とかでも話したけど、他にもね、マリアージュフレールとかちょこちょこ行ってるところはあるから、また今後もね新しい茶葉を仕入れたら、紹介しておこうかなと思うんですけど、はい、というわけでまあ今日のカズマックスのサブチャンネル、本日の紅茶でございました。はい、まあこれもまたなんかシリーズ化してやっていけたらなと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。いやマジで紅茶好きは、じゃなくてコーヒー好きは紅茶もいいっすよ。ぜひぜひ。